はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。アーノルド・ハセガワです。五等分を続きをやっていきます。さあ、前回ね、ちょっと変な中途半端に終わってしまったので、ガンガンメインクエスト進めていきますよ。ん、なんか俺が来たぞみたいになってる。おい、さあ、狼よ。おい、こいつより向こうのやつが厄介だな。おい、さあ、スタン取れれば、スタン取れればこいつに乗れるからな。とりあえずお父さんパワーでさっさとスタンを貯める。スタンゲージ貯めていけるかな。よし、さあ、こいつに乗っかって、はい、パンチパンチ、はいはい、お疲れ様です、お疲れ様です。はい、炎よく食べれるように、後ろから来るぞ。はい、オッケー、トントントン、ほい、お前なんかパンチで十分。おい、湖の溺れがうるさいな。まあ、それどころじゃなかっただろう。僕たちが探してあげようよ。なぜ？母上と会えるね。さ、もし骨を見つければ。では好きにしろ。だが亡霊の使い走りをする気はない。壊れたりしないか。さ、行くよ。ここだね。探しているその飲みは一体何だ。よくぞ聞いてくれた。話を聞かせてやるわい。その昔、サムールという巨人がおった、うん、とてつもなく巨大な巨人じゃ、うん、その巨体とは裏腹に、サムールは誰もが認めるこの世で最高の石工じゃった。石工か。サムールはその技術を息子へ伝授したいと願っておった。若いフリムスルは戦士の心を持っとった。父が恐れを抱いておったのか、息子に不満がなかったのか、どちらにせよ親子喧嘩は手がつけられなくなっていった。そしてついにサムールはダーンと息子を殴った。そしてフリムスルは逃げたのじゃ。恥と後悔から、サムールは息子を追いかけた。無我夢中だったサムールは気がつくと水ガルズで道に迷ってしまっていたのじゃ。うん、悲しきか、その夜、家から遠く離れた地でサムールは出会ってしもうた。目の前にいたのは、どうじゃ。それでどうなったの。じきにわかる。え、トールがやった。あ、ぶっ倒れてるね、でかいのが。無駄の上に倒れたの。そう、万神族の神ミョルズを信仰する素敵な村の上に倒れたのじゃ。ポールは村も潰したと称えられたが、巨人の下にただ村があっただけじゃ。それは確かにここら辺にも宝があった気がする。ね、知識じゃないな。宝の地図。これじゃないか。私の家族を殺したトロールを討ち取った。トロールの死体のそばに、アイテムがあるんですけど、これじゃないね。危険な化け物だ。一緒に奴を倒すぞ。うん、何あれ。狼人間？とりあえずビリビリしておいてもらおう。おい、おい、オッケー。結晶がまだ光っておるぞ。うん、さあ、おい、怖いな、なんか強そうな気がする。なんか手を赤くしてるぞ。
おい、おい、おい、うわ、なんだこいつ、すごい連続攻撃だ。はい、まあ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 、巨人ののみ、その先端がいい。それはそれは大きなのみじゃぞ。3、4体連続で来られたらちょっと厄介だったな。これを壊して、あ、なるほどね、こうしてこれの爆発で、うん、周りを壊していくと。おお、なかなかのもんじゃ。ありがとう、やったね、うん、もうちょいこっち、よし、これで飛ばしといて、さあ宝は、うん、鋼はめっちゃ欲しいんだよ。生き残った人たちは、ああ、出た、サムールは下の巨人でな、死んだ時最後の吐息が全てを凍らせた。うん、そしたら私のリヴァイアさんもまたレベルを上げられるような気がするな。これはどうすればいいの、これ。地の巨人ならなんか知らんか、開けるには何かしないと。へい、ミーミル、ミーミル、今のをどうやって開けるか教えておくれよ。ミーミルは黙っている。あら、ここは上に上がる前に、そうですよ、トレジャーハンターダディ。これはルーンが刻まれたウィルム側の片手。うん、ルーンは上がるけど筋力、生命力とか全部落ちるからやだ。上には、うわー、でかっ、海の先端を探せ、巨人ののみが必要じゃ。うん、サムール迷子になったって言うけど、どうやったら迷子になるの、あのでかさで。のみのかけらを手に入れる。さあ、遠くからできるだけ、何、避けるな、斧でダメージを与えていく。おい、くそ、いい避けっぷり。でももうそれ右に避けられないぞ。あ、左にも避けられるの。おい、さあビリビリしといてもらって、パンチ。おい、さあ逃げて。はい、さあビリビリさせろ、ビリビリさせろ、あと一発、あと一発、オッケー。後ろに注意じゃん。え、おお、意外と近くに。おい、はい、いいよ、カウンターが、よいしょ、カウンターがきつい。おい、さ、お、来たな。狼で攻撃でひるまないのがきついね。狼じゃない、ああそうか、狼だったよ、ごめん、こっちも狼だからさ、ややこしい。おい、さ、終わったな。死ぬとき、うわーっていう感じが出ていいですね。光の結晶だ、何に使うんだろう。お、固定、うん、ルーンはいらないんだな。うん、またこれ3つのやつあるな。これか、
でも落ち着いてやれるやつか。これじゃない。ん？うわ、回すの大変なやつか、これ。おい。よし、これで1個まず OK。あと2個か。あと2個は？あれは？ほい。赤いので壊さないとダメか、まずは。出てきた。なんだっけ？3の逆と上。ほい。もう一回、ほい。ほい。で、よいしょ。行かないで。ほい。待ってくれ。ほい。よいしょ。3の逆と上だから違うね。もう一回か。おい、これだ。おいで。これは？嫁。海の恵みをニョルズに捧ぐ。ニョルズは漁のために風と海を沈めていたと信じられておるのじゃ。じゃから漁師に愛され、崇拝されとった。見て、世界中の樹液だ。使える。これだね。はい。これをまず壊して、やった。なるほど、これを持っていくのか。あと1個のぐるぐるはどこにあるんだ。近場にあるはずだ。あそこは怪しいな。ほい。うわ、強いやつ出てくるやつかい、これ。なんだよ。そしたら赤いのを取ってきて、そこに、さあ、うよし、これで開いた。オッケー、失礼します。こんくらいだったらね、もう全然ノンストレスでできるんですけど、マジで見つけられないやつは本当につらい。投げ用のダメージ 6% 増加。これつけるぞ。これはつける。呪力口に。ルーンボーナスより、こっちかな。よし、オッケー。そしたら、まあ一回戦うか。仕方ない。あ、戦わずに済んだ。世界の地理、戦わずに済むやつもあるのか。すごい地だな。気を引き締めろ。お、なんか強そうなナイトメア。弱かった。はい。頭になんか刺さってんな、サムール。下はどう降りるの？
カメラ目線。考えがある。まことか。驚くことではない。悪気はないがの、ミョルニルを手にしたトールでも、うん、あの氷を割るのは無理と思うが。奴が愚かなだけだ。こりゃ見ものじゃの。うん。おい、はい、魔法の飲み、暴力なく頬につける。ちょいと多いの。おい、ロックオンするのじゃ。おい、一気にやっつけるのじゃ。おい、さ、ちょっとこいつが邪魔だな。おい、あ、いや、あ、あたたたたたたた。おい、右から攻撃。ちょっともう狼出してください。はい、さ、パンチパンチ。おっと、噛める。よいしょー。おい、さ、やめてください。硬いんだよな。ガードしてくるやつがすごい邪魔。はい、まだ5層目。おし、オッケー。まだ気を付け。またこいつかい。はい、こいつはもうレイジですぐスタン貯めて、スタンしたらお父さんゲージを切って、そんで上登って、そんでザコを一緒にやっつけるで。はい、はい、よし、オッケー。あー、なんか増えてる。俺も混ざろうみたいな。ちょいと困ります、お客様。お客様、よいしょ、よいしょ。とりあえず一人減らしていくか。レイジを早まったな。もう少し後でも。はい、さ、ロックオン。いった、なんか投げてきたな。はい、やばい。さ、狼、あれ、狼出せない。あー、今転んでたのね、ごめんね。お手すきでいいんで、狼出してください。さあ、レイジーもらって、おお、失態撃破。ちょっとアイテムください。アイテムだけもらいます。おい、ガードできるんだっけな。ガードは、おい、くそ、むずいだな。パリーしたいんだけどな。おい、間に合わないね。おい、まあでも、もうこの人は終わりかな。はい、シンドリがいる。どこにいるんだ。ん、こっちかな、上か。何か熱を帯びた何かじゃないとあれは溶かせないんじゃないか。すごい戦いでしたね。うわ、ほんと。さあ、どうぞ。
ああ、もったいない。せっかくのリンゴ。今までどこにいた？隠れ場所などないはずだ。ああ、それ。私たちの特技でしてね、自分の身を隠せるんです。透明になれるの？世界と世界の狭間に入れるとでも言いましょうか。皆さんの脳はこれを理解できませんから、何も見えなくなる。こうして私たちは自分たちの武器を使わずに済むんです。まあ、ドラゴンにはバレちゃいましたが。ブロックがシンドリのこと心配してたけど、元気そうだね。ブロックが私のことを？酒臭くありませんでした？またブロックがいじってる。まったく。湖でブロックがすぐ神殿に来られたのはその特技のおかげか。さあ静かにして、集中しないといけませんからね。できました。なぜあれでできる？これで何になるの？毎度思うんだけど、ドワーフの印つけられるけど、それで何が起きてるんだい？何か、ドワーフの印とかないもんね。あった。ルーンを4強化する。それだけかい。それでは回転。お、鍵爪のアップグレードができる。よし、これで矢を4本に増加することができるぞ。お、弓スキルが解放。どうしました？あ、もう最大までアップグレードした。リヴァイアさんのヘビールーンアタック、サムールの息吹。何この強そうなやつ。いや、欲しいんですけど。お金が足らない？いや、いろいろ足らんわ。イブル残り火100って何これ？狂ってんすか？ここら辺も何も買えないと。資源も？お、軟膏たくさん買える。軟膏はいらんな。ここら辺、ルーンが強化されるやつだよね。防御力。まあ、レベル上げてもいいかもしれんな。そうだね。筋力は下がるけど、ここら辺を、レベル上げまくればなんとかなるかもしれん。これだよね。あ、装備するの忘れた。守護者の腰やって、下半身のなんか強そうなやつ手に入んないのかな。さすがに防具が弱いかなという感じをしてきてるんで、まあこれレベル上げとくか。これは素晴らしい。ありがとうございます。さ、これだね。ルーンが編み込まれた。よし、磁力鋼でレンジャーの印。ここも
あらゆる霊気ダメージが上がる。どうしようかな。よし、ルーンアタック時に取ったまルーンがボーナスされると。うん。他なんか、いいのなかったっけ？まあ、いっか。よし！さあ行こう。おい。これ回せるよ。回したところで何これ？わかるか？父上なら、じっと待つなんてことはしない。うん、そうだ。でもどうやって進むの？くそ。これうまく狙わないとダメだね。ジュールは宝石が大好きだったんだ。ヒゲにまで編み込んでる。見た目はいいの。よし、オッケーオッケーオッケー。雪で覆われた死体にしては。ここは店だ。さ。え？ねえシンドリー、うん、これ見つけたんだ。鎧の素材？新しい素材だといいんですが。ん？え？終わり？これでいいのか？うん。これで上に行くと。建物に向かうの？ああ、だから。そうだ。この中に飲みを覆う氷を砕けるものがあるってこと？違う。なんだろう。さあ、中に入るんだよね。うわ、生きた騎士。勝てんだよな。あ、背中の。ほい。ほい。硬い。ほい。ガードができない。ガード。うん？どっから撃ってきてる？あいつか。よいしょ。なに？こいつできる。できるぞこいつ。さ、サンチを貯めてそこを一気に狙う。おし、オッケー。あれ、スタンまだ溜まってないの？てオオカミ出してください。はい、強い。ガード。あれ、よし。あー強い。やっぱ防御をもっと上げる装備にしたいな。うん、オッケー。さ、ミーミル、この場所、うん、知ってるの？外交目的で一度のアースガルズとバナヘイムの仲立ちをするため、うん、あの戦争で多くの命が失われた。トールがすでに多くの巨人たちを殺していたことを知らんかったが。なんだこれ。女神の戦なのになんで巨人を？理由などない。悲惨な話じゃ。争いに関わらなかったのにの。だがオーディンの必要さにトールの知恵の渇望が追い打ちとなってしもうた。ん？そこ登る前に。どっちが先だ？いや、今のが先か。毎度これに悩むよね。どっちが先、こっち先行っちゃっていいのかなっていう。さ、あ、ここで、今投げるのか。ん？違う？違う？
ここで、どういうことだ。今斧投げらんないの。ああ、なるほどね。ここら辺で、行き過ぎです。父上、行き過ぎ。ああ、ここかそこしかないのか。0か100か、あんた。これで、そっちに飛び移ればいいんじゃないですか。ベンガ。よし。ヘビールーンアタック、霊気の祝福。リバヤさんを一時的に強化し、攻撃するたびに霊気属性の小爆発を発生させる。ルーンと通常攻撃にボーナスが発生。一時的にパワーアップ、なるほど。こっちの方が強いような気がするな。ちょっとレベル上げとこう。ルーンアタックも、ニョルズも、最大レベルに。よし。OK。さあ行こう。OK。本邪魔。行きますかね。よし。これ下か？下じゃないな。上か。いろんなとこ行けんな。上。よし。オッケー。別の結晶だ。撃てるよ。ダメか。どういうことだ。これをまたぐるぐる回す？落とせない？何かできるっていうわけじゃない。これを揺らしてあそこにドーンとぶつけるとかじゃなく、なんかヒントはないのかな。もうちょい周りを見てみるか。下に降りれるところもあるからな。そうだね。ここはただの宝か、もしかして。ただの宝です。わからないぞ。どうすればいいんだ。おいおい、お、あそこに魔法の矢でどうにかできるところがあるな。ただこれ以上首が上に上がんない。やはりか。タイミングミスった。今 OK。 もう一回かな。
だいぶ落とせた。さあもう一回だ。ほい。オーケー。大丈夫。ふう。これはこっそりとはいかんの。あとは別の帯を外す。本当？別の帯。まだあそこ狙えないんだよね。あのちょびっとある魔法の矢が当たりそうなとこ。うん、これか。ん？先に撃つのかこれ。違うか。さっきのやつか。じゃあ登ります。飲みは下なのになんで上に登るの？考えろ。あのハンマーを氷の下だから溶かすことはできない。そうだ、あのハンマーを落とすんだ。近くに僕が撃てそうな結晶もないからそれも無理だ。そうだ、それなら氷を割るしかない。でもそれにはとんでもなく重いものが。ああ、わかった、これだ。よし。ん？これは？先にその上のやつ撃たなくていいのかな？撃てないのか。うん。でも下に落とすには土の向きを変えないと。それは無理だ。帯を切り下に降りる。その後にどうするか考える。うん。結構運任せってことだね。お前に他の考えがあれば聞くぞ。さ、頂上を目指す。ここで位牌撒いたら笑うけどな。ここも十分高いだろ。捕まっていろ。よし、これを外して。さあハンマーが倒れる。ダメだね、少し傾いただけ。であれを力ずくでグイッと押して下に倒すと。はい、えい、腰やって。どうしよう、床が崩れてる。本当だ、砂の台座だ。でも行けない。一人ならいける。砂の台座。ん、あった。おい、あれか。よし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 。ただまた文字がないとダメみたいな。うん。なんと書いてある。時の流れが乱れし時、逆光こそが進む道。ん？逆光。逆さ？あのシンボルは季節か。そう。でも順番が違う。本当は冬、春、夏、秋だよ。なぜ冬から始まる？母上が歌ってたんだ。それなら知っておる。冬は冬。おい、黙れ。音楽も違うか。わかった。夏。秋か。秋はどれだ？ん？秋も葉っぱかな？おい。ベータル、ハウスト、スーマ、ハウスト。ダメだ、間違ってる。ハウスト、スーマ、お、ベータル。当たった。やった。さっきのやつを逆にすればよかったのか。アトレウス、あの言葉を。ソーラ、意味は耐える。試せ。ソーラ、
たの。あら、もう一度かけ、うん、ソーラ上がってる。力が台を押し上げてる。書き続けろソーラ。どうなるソーラ、このまま上に上がっていくのか。何が起こっている。おそらくじゃが時間の魔法じゃ、うん、かつて万神族が使った危険な魔法で時間を止めることができた。ヤツ自身も気に入っておったの。かつて、なんでやめたの。実は時間を止めると太陽と月も動かなくなってしまうことが分かったのじゃ。じゃがそれらを追いかける狼たちまでは止められんかった。じゃから結局時間は止めないことにしたというわけじゃ。なんてこと。ってことはそのうち解き止める何かが手に入りそうな予感。はいはい、落ちてください、落ちてください。さあこれを使ってみよう。お、すべての攻撃にビームみたいなのが追加されてる。むちゃむちゃに強い。これは強い。これだ、ヒヒパルディとかよりこれの方が全然強いわ。はい、ミョルチも最大レベルまで上がってますからね。力が押し上げてる。残り半分だ。はい、さあダブルアタック。ルーンをかけ、床が崩れるぞ。急げ、急ぐんだ。アトリウソーラ、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 これはあれか、上のゲージはもしやこの間に倒さないと下が壊れて即死、そういうことですね。はい、ウルズアタックでどんどん下に落とす。ルーンをすぐ使えるようにして、はい、ガン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 攻撃する。あ、落とす落とす。はい、落とす落とす。よいしょ。あ、いいねいいねいいね、強い。あと半分。まあなんとかなんとかなる。よし、変にこの後なんかボスキャラみたいなの出てこなければなんとかなる。OK、まずい、落ちる落ちる落ちる。くそ、よし急いで回転早く。よしよしよし、もうちょいだ。また嘘でしょ、本当ですよ。アトレウスさんの言う通り。おい、ロックオン。まだいる。あとはそこか。まだたくさんいらっしゃる。まだヘビールーンアタックが溜まってないからな。てててててて、これ多分来るな、多分ボス来るな、これ。おい、後ろが危ないぞ。心なしか時間が早くなってきてる。くそ、早いうちにルーンを使いすぎたか。いや、そんなことないそんなことない。へい、武装武装、ぶっ壊れるぶっ壊れる。うわ、このタイミングで、このタイミングでババアはやばい。よし、さあ急げ急げ、アトレウス。よし、落とした。たくさんいる、間に合わない。台を上げてる力がもうほとんどない。急げ急げ急げ、見てもうすぐ着くよ。よし、アトレウス急げ、もう行けるから。
回復回復。さあまだ来るか。もう構えてるじゃん。さ、うそ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 う。何？台座が下に落ちた。崩れるよ。待て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 。よし。そこを壊す。さあどうだ。飛び。さあ残れ。危ねえ。うん、よくやった。どうも。お前じゃない。ほんと冗談の通じないやつじゃの。さあようやくこれを押し倒すことができる。あったね。どうやって落とすの。押す。任せろ。いいか、気合を入れて全力で押せ。いやこれアトレウスの力はほぼないに等しいんじゃない。よいしょ。飛ぶんだ。本当？行くぞ。一緒に乗っていくってことか。よし。でもそれ倒れた時の衝撃強すぎじゃない？掴んだぞ。やばい。お前さんどうかしとるの。無事か。うん、よし先を急ぐぞ。さあということで今回はここまで。次回もお楽しみに。チャンネル登録まだの方はぜひともお願いいたします。ではまた。